JR 東日本の特急列車新幹線でお得に予約するならば、ホテルとセットのダイナミックレールパックをぜひご利用ください。今日は山手線の始発駅、品川駅に来てます。そうなんです、山手線に実はこの品川が始発なんですけども、今日はその山手線に乗って今から新宿に行くんですが、年末でなんかいろんな電車も混んでいるし、まあ、これは新幹線ですけれども、その特急新宿行きというのはこれなんですが、今見ていただいて分かったように山手線ホームではなく横須賀線ホームって全然違うところから出ます。特急は違うホームから出るんですよ。山手線の新宿行きの特急に乗るのに横須賀線の新宿とは書いていないところから乗るという謎の状況になっているんですが、その特急というのがこれです。成田エクスプレスね。これに品川から新宿まで15分乗ります。普通の山手線だと19分か20分かかりますから、 4、5分の短縮になっているわけです。追加料金1690円、特急を使う場合には合計で1890円かかります。普通の山手線に乗っていた場合は200円です。特急成田エクスプレスご利用いただきましてありがとうございます。一旦お待ちのものご注意ください。この特急成田エクスプレスは当たり前なんですが、成田空港に行くための列車です。成田空港と東京都心を結んでいますが、東京に着いてからでも全然別に15分とか短い時間でも金さえ払えば乗ることができます。さて、出発しました品川駅、これから先列車は山手線を走ります。と言いましても、普通の山手線の方もあちらの遠く離れたところにありまして、全然違うじゃないかと思いそうなんですが、実は山手線には2つあるんですね。本来の一般の山手線と、それからもう一つ山手貨物線というのがありまして、二車線区間みたいな感じです、高速道路の。さっきは横須賀線のホームに止まっていましたが、この先のところで線路を分岐して横須賀線から山手線にちゃんと入っていきます。右手に通常の山手線の線路が見えますが、こちらも山手線です。今列車の速度がすごい落ちていますが、これはなぜかというと、今からですね、その特急列車などが走る専用の山手線に分かれていくからです。これがそうです。これ左に行くと川崎市とかですね、横浜市の方に連れて行かれますが、そうではなく、ここで右手に分岐して特急とかに乗らないとなかなか乗る機会のないもう一つの山手線に入ります。今入りましたね、2つに分かれました。ちなみに僕の指定した席は1号車なんですが、1号車だけはね、誰もいないみたいです。本当にいませんね。で、左手からいろんな電車が走ってくるのも見えますが、まもなく山手線の一つお隣の駅の大崎を通過します。これがそうです。山手線でも同じですからね、あそこに普通の山手線の電車が止まるそれ用のホームがありますが、成田エクスプレスは特別な山手線を走っているので、見てください、大崎駅右にも左にもホームはありません。ちょっと離れたところにはありますけど、この列車が止まれるような構造には根本的になっていないので、横からスルーします。まさに山手線の高速道路って感じですね。ということで、そこら辺を各駅にちんたら止まりながら走る山手線の電車も全部ぶち抜くことができるわけです。ただそんなに猛スピードを出して走ることはないと思います。一応僕の指定の席はね、8番だ。座ってきますか。一応前後間隔がすごい広いんですよね。続きまして五反田を通過。もちろん一般の山手線の電車は五反田の駅に停車しますが、特急は山手線のホームがありませんので、これもまた横から通過していくことになります。向こうもこちらもどちらも山手線です。なお湘南新宿ラインとかいう電車に乗るとここら辺も走ることができますが、さっきの品川のあたりは本当にこの成田エクスプレス以外には、ね、もう乗って走る機会はないと思います。そのために1690円を払ったと言ってもいいかもしれない。特別な山手線の出発の仕方をする品川駅のさっきのところを体験するにはこの特急に乗らないとダメです。続きまして目黒ですね。大きくカーブしているところで振り向けば12両をつないでいる成田エクスプレスの後方まで見渡せます。これが鉄道マニアの間では有名な目黒カーブ。鉄道写真の撮影スポットがどっかこの辺にあったはずです。目黒駅はちょっと面白い構造になっていて、縦横がこうちょっとね、層がずれたような感じになります。一般の山手線の電車があそこに止まっています。はい、抜きました。山手線の特急電車が山手線の各駅停車を抜いています。ただね、向こうもそれほど遅くない。実は山手線の電車というのは日本の一般的な通勤電車の中でもトップクラスに加速性能が高めてあるので、駅に止まった後すぐまた猛烈な勢いでどんどん加速してね、またもしかしたらこの成田エクスプレスに追いついてくるかもしれません。
この列車は多分今70キロとか60キロぐらいの割とのんびりとした速度で走っていると思います。でここで右左が逆転、山手線の各駅停車の電車がここからこう向こうを回ってですね、反対側に移るようになります。ちょっとこの部分へ立って景色を見ておくのも面白いでしょ。落書きだ、落書きなんかやめとけよな。あんなところに入ると見つかりますからね。夜中だから線路列車は走ってないだろうと思いきや、そんなことありません。夜中でもね、線路の工事しますから。はい、列車が今通過しているのが恵比寿です。恵比寿駅にはこの山手線のちょっと特別なもう一つの山手線の方にもホームが設けられていまして、こちら側も向こう側も両方とも列車が止まれる構造ですが、しかし特急電車は恵比寿駅にホームはあるにはありますが、しかし通過しました。渋谷を出ますと次は終点新宿でございます。ただこの先にある渋谷には停車することになっています。渋谷駅にはホームもあるし、また止まるだけの理由もあるということですね。京王自動車タクシーサービス線ってすごいなんか古そうな看板がありますね。乗り換えが多い渋谷駅、前は渋谷駅のこの特急が止まる用のホームはここにありましたが、ここになんかホームみたいなのがあるんですけれども、今は解体されています。2020年までですよね、ここにホームがあったのは。まだちょっと一部こう残ってますが、そこをずっと行きますと今実際に使える渋谷駅のホームがまだこの先です。ここから現在使われている渋谷駅のホーム、この山手貨物線という特急列車が今走っているこちら側のホームは、もともとは一般のお客さんを乗せるつもりはなくて貨物列車用に設計されていた関係で、後から一般のお客さんを乗せられるような構造に変えてきたから、渋谷駅とかもねこの特急用のホームと一般の各駅停車の山手線が止まる用のホームで、その場所がこの間まで大きくずれていてすごく不便だったのでした。お、またあそこに山手線が今発車していくところです。この先、原宿と、それからなんだっけもう一個ありますね、代々木がありますから、山手線は新宿までの間あと2駅止まりますけど、特急はあとはノンストップで新宿まで行きます。もしかしたら今先に出ていった山手線また追い抜かせるかもしれません。向かい側のやつに乗ればまたあれも途中ほとんど停車することなくぐんぐん走っていく山手線の体験ができます。ただあれはあの品川には行かないで、さっきの大崎のところから別方向に分かれていっちゃいますね。ちょっといろいろ複雑なんですよこの辺は、あまり深く考えない方がいいでしょう。成田エクスプレスはこういう長い距離を走る列車ですが、そのうちの本当の最後のこの品川から新宿の間だけを乗っているということになります。渋谷のスクランブル交差点とかね、右手のあの古めかしい昔ながらの冷房装置が後付けになっているすごいお家とかね、こう見ながら行くわけですけれども、この先原宿と代々木がありますが、どうかな、さっき前を走っていた山手線に追いつけますかね。ちょっと難しいかもしれないな。山手線意外に速いんですよ。まもなくと言っていますが、途中あと2つ通過する駅がありまして、まず原宿です。おお、なんだなんだ、なんかロンドンバスが走ってますね。ああいう、あ、ウーバーイーツのあの宣伝用に使うんですね。なるほど、目立ちますから、そういうことか。僕も今ウーバーイーツの宣伝に加担させられました。ちょっとうやうやしい放送がかかるんですよね。2010年代ぐらいの JR 東日本の自動放送はすごいうやうやしいです。最近ね、そこまであのすごい丁寧な言い回しではなくなってきたみたいで、今これがその原宿駅ですが、ないかな。もうさっき渋谷駅を先に発車していった山手線の姿はないですね。早くもこの先の方まで行ってしまっています。反対側はあの相鉄線に直通する黒い電車だ。いませんよね。さてこの特急用の線路が走っているこの山手線ですが、右手のところにちょっと見応えのあるものがありまして、大正天皇があの体調が悪くなられた時にですね、ひっそりと梅市列車に乗って療養先まで葉山御用邸まで、移動できるようにということで最初作られたという宮廷ホームと呼ばれている皇室専用列車が停車する特別ホームです。相当長いこと、もう 20年以上使われてないと思いますが、草もある程度生えてますが、ただ一応工事なんかもしてですね、使おうと思えば使える状態で残されている模様です。今普通お召し列車は東京駅を使いますからね、あんまりあの原宿駅を使うことないんですけれども、
東日本大震災がなければ一回使ったんじゃないかみたいな話を聞きました。どうでしょう。新宿までまだあと2駅ありまして、代々木新宿と2つありますが、相当速度がゆっくりになってきたので、やっぱりさっき渋谷を先に出ていた山手線には追いつけなさそうです。なんなら下手するとさっき目黒で抜いた山手線が追いついてくるかもしれないな。特急と言いながらも猛烈な速さで走っているわけではありませんが、停車駅が少ないですから、通常と比べると短い所要時間15分で移動してくることができます。新宿のドコモタワーが見えてきています。まもなく通過する代々木と新宿はもうほとんど一緒みたいな立地ですからね。新宿駅側の準備ができていないのか、列車の速度が今どんどん落ちてきました。この先の方で多分なんか他の電車がいるとか、まだホームが空いてないとか、もろもろの事情があるので、ちょっとここで待機しなければいけないようです。多分ちょっとだけ1分とか遅れるんじゃないかと思います。止まっちゃいますね。でも止まりそうで止まらないんだな。この先に多分赤信号があるんですけど、その赤信号が、いやちょっと待ってればこれ赤か黄色もしくは青になっていけるようになるんじゃないかなと、運転手さんがこう前方を見ていて、その今待機中ってことですね。これで青になったら再加速すると思います。完全に停止してしまうと乗り心地が悪くなったりとかいろいろあると思うので、いろいろその方面に気を使ってくれているんだと思います。じわりじわりと進みながら赤信号手前を待つ。自動車だったらね、そんな運転をしたらこいつふざけてんのかってなると思いますけど、あ、来ました来ました。反対の新宿からやってきた成田空港行きの成田エクスプレスです。多分これがホームを塞いでいたか、その進路を塞いでいたんで行けなかったんですけれども、今どきましたので、そうですね、速度上がるようになりました。さっきよりちょっと速くなっています。あ、ちょっと見ておけばよかったな。今分かりましたかね、新宿の手前のところにこの特急とかが走るもう一つの山手線ならではの踏切があるんですよね。ここにもあります。2つある。一般の山手線の電車はここを通らないんですけれども、一般の電車はね、この高い方のこの上を走ってしまうので行かないんですけれども、特急に乗ると通過することのできる珍しい山手線の踏切です。あの踏切とそれからもう一つ、駒込の方に踏切ありますけれども、その2つがですね、今山手線に残っている数少ない踏切。駒込の方はもうすぐなくなるようですから、さっき見たやつがその最後ということになるのかな。これでもうじき終点の新宿駅に着きます。もう新宿駅は見えているんですけれども、そこに代々木駅がありまして、代々木が見えるのにそこに新宿駅も見えるというすごい立地です。お客さんもそれをあまり疑問に思うことなく普通に便利な駅として使っているわけですね。でここには高島屋、タイムズスクエアとかいろいろありますが、これもともと山手線新宿駅だったところですね。ただし貨物列車用の新宿貨物駅と言われていたところだそうでして、もともとはこれも駅だったところ、今新宿に貨物列車を持ってくる時代でもないので、それを更地にして跡地に大きなデパートを建てているということです。ということで、あまり速さは感じませんでしたが、品川から新宿まで山手線の特急列車に乗って、現時点でもう到着時刻ですから多分1分遅れになると思います。1分遅れて16分で品川から新宿まで快適な移動をしました。ちなみにこのホームが後付けな関係で、山手線の特急用の新宿駅ホームもちょっと変なところにあるから、先頭の1号車に乗ってると便利なんじゃないか。そうですね、ちょうどいいところでした。一番この先頭の一番端っこに乗ると新宿駅の他のホームと並んでいますが、今12両編成でしたから、逆にあれの一番後ろの、ね、号車まで乗ってたらかなり面倒くさかったと思いますよ。新宿南口に行って駅弁をこの後は買いたいんですが、南口に行くのもちょっと癖がありまして、まず中央線ホーム8番に上がり、その後一旦上がってきた8番線からさらに上に向かうエスカレーター、もう一回上に行ったり下に行ったりしながら向かうということですね。ただ落ち着いて、ああいう黄色い案内の表紙を見れば別に迷うことはないと思います。表紙の数は十分にありますから。じゃあとりあえずこれで、この後は、ね、特急あずさ号に乗りますから、どうもありがとうございました。これはですね、北海道新幹線新函館北斗駅が開業して、その一番歴史上最初の列車に僕が乗った時の切符です。
こちらはですね、昔北海道に走っていた寝台特急ブルートレイン北斗星号が走っていた時のその最後の最後に僕が乗った列車のラストランの切符です。 VP 川口駅というところで発行したと書いてあります。またこちらを見るとですね、 VP 上野というところで発行したと書いてあります。この VP というのは昔 JR 東日本の駅に旅行カウンターがありまして、でそこでですね、切符とか売るビュープラザというのがあったんですが、現在ビュープラザは僕すごい好きだったんですが、思い出があったんですが、全部なくなりました。で、その代わりに駅旅コンシェルジュというふうな施設として、まあ、上野駅とかですね、品川駅とか、そういうところに残っているんですけれども、その駅旅コンシェルジュの中に僕がですね、 JR 東日本ダイナミックレールパックを宣伝しているパンフレットとか、ね、資料とかを置いていただけるということになってまして、まあすごいんですけど、もうなんか あるらしいんですけどというようなものですね。ぜひですね、皆さんダイナミックレールパックを使ってみてください。また駅旅コンシェルジュに行って、まあコレクション目当てにファンの方とかね、持ってきてもらうとかでも構わないんで、そのチラシとかね、持っていてもらうと、まあ面白いんじゃないかなと思います。なんかすごい思い出のビュープラザ跡地に僕のパンフレットが置かれるとか、なんかすごいちょっと個人的にはね、とても嬉しい気持ちです。高校時代めっちゃビュープラザ行きましたということでございました。ダイナミックレールパック非常にいい商品なんで、皆さん覚えてぜひ使っていただきたいと思います。ありがとうございました。